はい、皆さんこんばんちは、満点さんです。配信遅れて大変申し訳ございませんということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね531回、A セットで攻撃かなっております。今回ね A セットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしましてはそんなに出てない感じですかね。まああえて言うなら、位のところで、まあ1の桁が、若干出やすいというところで、まあ、偏りがあったというところで、今回ね、まあ、3つ出てるというところぐらいですかね。あとはね、そんなに、得意的な出方はしてなかったんですけど、まあ、今回ね、注目していただきたいのは、まあまあ、前回、前々回に続きまして、そうですね、今回、全体のね、その出現数のね平均がまあだいたい100ちょいぐらいなんですけど、今回ね出た数字を見ていただいたら分かると思うんですけど、全部100というところで、結構ねその平均以上の数が全部出てるというところで、この辺ね、そうですね、偏りがあるというところですかね。まあ、前回はね1個だけ確かねその平均ちょっと下回るぐらいだったんですけど、まあまあ3回連続でちょっとあの偏りの数字が出てるというところでね、そうですね、次回はもしかしたらそのあまり、そうですね、あの平均以上の数字というよりはその平均より下の数字がもしかしたら出るかもしれないというところですかね。あとはね9と30ですけど、これもね15、13に続いてね、比較的よく出てる数字2個出てるんでね、まあまあまあ、そうですね、3回連続でちょっとあの偏りあるんで、次回はちょっとやっぱり平均より下の数字がもしかしたら出るかもしれないですね。あとですね、注目していただきたい点といたしまして、そうですね、今回ね、6番出て、まあまあ13回、4回目ぶりにね、数字出たんですけど、まあまあ、空いてる数字といたしまして、その他にね、2と、15と16と、あとそれでね、23に関しましては、もう20、何回ぐらいですかね、28回ぐらい出てないんですかね。これもね、もしかしたらそろそろ出るかもしれないし、もうちょっと伸びるかもしれないですけど、さすがにね、もう30超えてくると結構もう、あれなんで、そろそろもしかしたらそのね、23番出るかもしれないんでね、この辺ちょっとね、注目していただきたいと思います。あとですね、そうですね、あの出現のね、形見て、いただくとね、まあまあ、まあまあ、この辺とか、あと20の後半から、まあ30の前半ぐらいまでがね、若干形としてね、出始めてるんでね、この辺もちょっとね、注目して見ていただきたいと思います。ということでね、来週の予想ですけど、こちらが、偏りのある数字となっておりまして、こちらが、セットごとの予想となっております。でこれがまあ全体的な予想となっております。まだねデータご覧になりたい方ね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということで、また来週、さよなら。